巨人と近鉄の差みたいなのちょっと教えてください。まず門限の話なんですけど、はい、急いでシャワー浴びて、うん、近鉄でそんな急ぐことないんですよ。あの後半に爆発しだすわけ、すごい三本柱だな。そうなんだ。ミスターパーフェクト槙原、近鉄あるあるみたいなのどうなんですか。例えば巨人と対比してみて、後にいろんな球団行くじゃないですか、はい、近鉄行ってこれが普通だと思ってたら全然違うじゃんっていう、ちょっとなんかありますね。あの12チームのオチはいいですよ別に、はい、12チームあって近鉄っていうのが、うん、あの本当法律がないような球団だったんですね。はいはいはい、うん、で僕は、トレードでジャイアンツに入ることになって、まあ、ジャイアンツってこう憧れのチームで一体どうなんだろうっていうのがあったんですけど、うん、実はそのシーズンが1995年なんですけど、うん、開幕して、初めての遠征が名古屋だったんですよ、はい、そこで槙原さんと木田にちょっと食事行きましょうって、はい、木田がまず来て、はいはいはい、うちのしもべが、はい、槙さん一緒、槙さんが言ってるんですけど、はい、行きませんかって、はい、行く行くって。ああそうか、だから青野君誘ったんですよ、ね、はい、で俺が言うのも木田、あの一個下なんだけど、まああれなんで木田君が言ってくれたんでね、はい、うん、そしたら OK 行きますよって言ってくれて、はい、ああそうかっていう感じで、まあならこういう感じでね、はい、今日も YouTube がちゃんと潤滑にこう会話ができるっていう、あの時誘ってなかったらこんな感じじゃないですよね。でもまあ先輩のね、うん、こうやはり中心投手が誘ってくれて嬉しいじゃないですか、うん、でも行きますってすぐ行って、うんうんうん、あの時ですね、名古屋の、うん、確かステーキ屋さんの正門さん、はいはい、正門行って、はい、連れてってもらったんですよ、はいはい、そうそうそう、はい、あのねすごい、あの名古屋行くとみんなステーキ楽しみにするような美味しいお店に行って、そこでまずおもてなしをして、はい、青野君あの入団してくれてありがとうという、まあ、投手陣からの、ね、メッセージですよ、うん、ちょうど僕多分ね宮本と一緒で年が一番上ぐらいの時だから、青野、まあ、なんかもう楽だったと思う、先輩っつっても一個上ぐらいしかいねえから、まあこの辺押さえときゃいいやと思って、いやいやそんなそんな軽んじてませんよね。いやだってもう一人宮本だもん、怖くなさそうじゃん。確かに。どうでしたやっぱり巨人と近鉄の差みたいなのちょっと教えてください。まず門限の話なんですけど、はい、確か11時ちょっと前ぐらいに店に着いたんですよ、うん、ナイター終わって、はいはいはい、急いでシャワー浴びて、うん、近鉄でそんな急ぐことないんですよ。木田が来てじゃあ10分後とか言うんで、はい、って笑えねえし髪の毛も整えねえじゃんみたいな感じじゃない。大丈夫全然洗いざらしないです、はいはい、で11時ぐらいに店に着いて、まずまあ生ビールをみんな頼んで、うん、まあ、木田はあのウーロン茶とかしか飲まないんでお茶だったんですけど、で牧さんはお疲れってやってもうガーッてもうそれ全部一気に飲み干して、うわーこぼしちゃったとかなんかそういうなんかことをやってた、決まり文句言ってたね、やってましたよね。あーこぼしちゃったもう一杯みたいな、今日も言ってたよね今日、うん、ですごいペースで飲むんです、はい、で僕も行きのタクシーでうわー今日朝まで楽しいんだろうなとか思って、なぜ楽しいのかって思ってると、僕は巨人に行った時に高大沙織って1個下のね、の1対1のトレードだったんですよ、はい、で彼、まあ、一応ねあの、うん、その時に話して、はい、小田君お互い頑張ろうと新天地でって言った時にお互いに、はい、小田君出てくれましたよこのチャンネルも。あ、そうですか、うん、それで、ジャイアンツってどんなチームって聞いた時に一番面白い人は槙原さんだからって、ああトークがもうすごい面白いって、はい、聞かされてたんで、はい、飲んだ時だけでしょって言われてなかったんですけど、いやそれは大丈夫ですか、大丈夫ですか、それでその名古屋のお店ですごい勢いで飲んで、11時45分ぐらいによし帰るぞって言ったんですよ、まあ、ちょっと軽く食べて、はい、でえもうって僕はもうてっきりもう習慣で近鉄の流れで言うと3時4時までなんで。もうあとで女を呼ばないのかとかもしかしたら思ってたかもしれないですよね。なんていうこと言うんですか。すいません。それで
それでまあ一応門限は12時だと、はい、ギターが言って、うん、チャンスってやっぱりこんなないと思っても門限あるんだで、マキさんもちゃんとタクシー乗って一緒に帰ったんで、と思ってまあなんかこう不完全燃焼のまま名古屋のホテルに帰りました、うん、でロビーに着いたらロビーはもう12時ちょっと前になってもう暗いんですけど奥からセーフって聞こえてきたんですよまあ門限の前に帰ってきたから、はい、セーフってことですよ、ねはい、でと思ってマネージャーだった菊池マネージャーでした、ね、菊池マネージャー、ねうん、あれジャイアンツって、うん、ちょっと門限があってみんな守ってさらにはそういうチェックする人までいるんだっていうところでびっくりして、うん、であの牧さんにエレベーターで上がって今日あれでしたでも確か麻雀するって言ってたよなってはいじゃあ明日10時な10時プレイボールなとかなんか言ってこう部屋入ってる遠征先にもなんかそういう娯楽システムで娯楽システムですやっぱりみんなその外に出たりいろんなことできないんで、はい、じゃあ麻雀ぐらいもできるようなと部屋が用意してあってそこにお酒も置いてあって、うん、そこでみんなお酒も飲めるようにしてあるから、はいはい、その多目的ルームみたいなのがあって、うんはい、じゃあちょっとそういうので落ち着きのまあだから彼はよく覚えてるんだけどまあでもそんな12時帰ったかね帰りました その時は、はい、そうだよもうそれはなんかこう衝撃でしたね無法地帯からこうなんかねすごい、はあ、縛られたところに来たなと思っちゃったの、はい、もうこれはずっと遠征でこうなのかなと思ったってことは近鉄はもう何にもないってことないですね調べもないはい調べる人もいないですホテルにもういないんではあまあまあまあこれいると、まあ、いるって、まあ、先発前とかやっぱりいるじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱり具合が悪いとか思われちゃうんですよ、うん、どうした大丈夫かとかじゃあその近鉄が独特だったんですかその天候がないっていうのはあそう後にだってほら横浜も行ったりするじゃないですか、はいはい、どうですかで、まあ、ドラゴンズのコーチも含めてもう4球団のその感じとしてはどんな感じですか僕もまあ、ドラゴンズはちょっとこういう時代だったので、うんうんまあ、ほとんど外出してないっていうのが実際なんですけど、うん、横浜は33ぐらいで僕行ってるんですよ、うん、移籍で、うん、でやっぱり優勝するぐらいのチームだったので、うん、もうみんな大人でしたなんかこう自己管理が、うん、だから、はい、なんかあんまり弾けてるっていうよりは、うん、打たれたら気分転換にバッていく人もいればあとはこう自分で残ってるって個々なんでね本当そういう感じでした、ね、だからジャイアンツ時代は結構みんなじゃあ行くぞこうみんなで行くぞっつっていや今日はっていう感じよりも行かないとダメだみたいな感じの雰囲気あったもんね、はいはい、みんなでドーッと伸びちゃってたからシーズン中にも投資会っていうのが結構開催されてやってたやってた、はあうん、なんか試合終わった投資会という名の、はい、なんかすごい楽しい楽しい宴なんだよ、はい、宴っていうのはああいうこと言うんだよね、はい、なんかね宮本さんが司会で、はい、宮本が仕切ってはいどうもじゃあここだ青野君じゃあここに座んなさいとか席順まで全部決めるっていう、そういうねだから後に彼もそういう芸能界じゃないけどね野球やめた後それが生きるっていうね、うん、パンチ佐藤じゃないけどさ、はい、そういうやっぱり一言多いとかそういうのは生きてくる時代っていう、ね、宮本さんすごいですねこれ打って走って守るとかいろいろ野球選手には条件があるんですけど、はい、宮本さんにはさらに飲んで、うん歌って、喋、はい、って、すぐ帰るっていうの盛り上げるだけ盛り上げて、すっといなくなる時もあるからねあの辺の忍者ぶりはなかなかですドローンするわけドローンするその代わり斎藤正樹は最後までいるって、うん、はい、そうです正樹はすごいんだよだから斎藤君にこの話を俺がすると、はいまあ、斎藤君一回まあ、正樹も多分もうすぐ来てくれると思いますけど、はい、一回文句言いたいだろうねちょっとばっかり言わないでくださいよって言いたいだろう正樹の持久力すごいですよねすごいよな飲んでで、はい、飲んで、はい、後半に爆発しだすわけ、宮本が最初に爆発するじゃん、はい、それ見えるじゃんで宮本が帰ると俺が爆発するわけですよあいつがいなくなるから俺が喋り出したわけ、うん、俺も酒も飲むでさ俺がいなくなって静かになるといなくならなくても俺もいるんだけど斎藤が騒ぎ出す最後このねすごい三本柱だなそうなんだ完投するなよ斎藤が完投する
最後抑えだったんだよね。先発じゃなかったんだよね。そんなあったよな。ということで、あ、じゃあちょっと俺聞きたいことある。はい、あのね、はい、憧れた、まあ、本当に今横浜と近鉄と巨人に、はい、ドラフトで悩んだじゃないですか、はい、で結局在籍したのがその現役としては3球団なんですよ、はい、今思ってドラフトで指名されて、はい、やっぱりどこ行きたかったですか。もう球団の雰囲気から全部もう踏まえて、まあ、いろんな世話になったチームもあるんですか。一択ですか。そこ一択です。あ、一択、うん、まあ、やはりジャイアンツは入ってどうなってたかなっていうのは、うん、ってことはジャイアンツに入りたかった。入りたかったのは事実です、はい、あの時に、はい、あの時入ってたらやっぱりすごく良かったと思う。投手陣もすげえ良かったじゃん。あ、でもあの牧さんも5年目です。あ、はい、あの頃ってまだ大ベテランがいますよね、うん、いる、いや、いるけど、はい、俺も 5,6 年目ぐらいからもうあの一番上ぐらいになってたんで。あ、そうですか。8年目ぐらいかな。だからもう本当にあのすぐに俺たち王国作れた時代だすげえ王国になってたと思う。投手陣の王国だし、やっぱりお酒も好きだしトークも好きだから、はい、すごい飲み会になってたと思う。じゃあ 1,2 年目とか3年目ぐらいまたきつかったんですよね。なんか金田が、水野が、うん、あのその頃はあのすごい先輩と名だたる先輩たちがいて、うん、しんどかったですよっていうのが。でもきつかったんだけど、はい、みんな優しかったから、例えば鷲見さんとかこの間出てもらえたり、江川さんとか、はい、もうあのいろんな人たちがいたんだけど、やっぱりこうトレードとかいろんな時代がそんなにない時代だから、はい、チームでなんとかしなきゃいけないっていうところではすごくこうあのなんかあのファミリー感あったよ。あ、ジャイアンツとしてのそのファミリー感がすごくあったから、はいはいはい、本当あの当時の人たちにいろんな話聞くと楽しかったよね昔っていう時代だから。ジャイアンツはジャイアンツで門限はあったんだけど楽しかったんだよ、うん、ジャイアンツのイメージって他球団にいるとなんかこう閉ざされた世界なんですよ。はいはいはい、はい。で今牧さんはさ楽しかったって、うん、で実際中に入ったら僕も楽しいチームだったんですけど、いや絶対楽しめたと思うよ、はい、うん、だからあのやっぱりでとにかく勝つことが一番楽しかったから、はい、だから優勝に携われるっていうことが大事だったから、あの来てたら多分、まあ、優勝にも本当に近づいてただろうから、まあ、それも面白かった。でもやっぱりジャイアンツ良かったですか。じゃあはい、もう、なんか環境とかそういう待遇もいいし、うん、もう優勝旅行なんかもう近鉄とのすごい格差ですよ。近鉄旅行どうですか。奈良とか行くんですか。地元じゃないですか。しかも修学旅行じゃないですか。近鉄使って三重とか近鉄で三重とか何回行ってるんですか。学生の頃から含めて京都奈良とかいやもう使い放題乗り放題とかでじゃあないと、はいはい、すみません近鉄の人は行きましたよ優勝旅行行きましたよ。近畿日本ツーリストのパック旅行で近鉄はね未だに強いですから、はいはい、